シンプル2000シリーズボリューム31ザ・地球防衛軍。6月26日発売。サンダー、一匹のカラス殲滅したはずなのに。昆虫です、大きな昆虫です。こっちへ行きます。撃て撃て。ぶっ放して行こうじゃないか。こちらライトニングからだ。了解した。どうなってんだ、なんで巨大生物が。ワンブをエルギネスに叩きつけてください。つまり殴れということだ。新人ってのは君か。アリだ、アリどもがいるぞ。芝居たろかい。取り締まりを始めるぞ。カウントダウン5 4 3 2 1 0。6月26日ハッピーバースデー。おめでとうございます。活躍は何度も耳にした。大したもんだぜ。なんかいっぱい来る。数が多い。人類を救え、地球防衛軍出動。始まりは17年前です。違う、20年ほど前。正解だ。夢のスペシャルタッグですね。力を合わせることになりそうだな。巨大生物はアリに酷似しているということで。 UFO の大群も目撃されてる。赤い巨大生物だ。赤いと足の生えた UFO だ。そう思います。乗ることができるのは E551 ギガンテス、 SDL2、 ES24 バテライトです。数が多いぞ。仕留めきれない。ソラスだ。でかい。40メートルはあるでしょう。この世の終わりだ。俺もそう思う。もう一度宇宙人の歓迎パーティーをやる。賛成だ。ついにお出ましか。楽しみです。噂通りの腕だといいがな。パーティーはもう2回目だぞ。ロンドン市内はパニック状態です。パニック状態、パニック状態だ。はいはい、分かってるよ。ペイルウィング隊は特殊な武器と飛行ユニットを持った精鋭部隊です。武器の大半はプラズマエネルギーユニットからパワーを供給することで動作します。そうなのか。奴らの進化速度は想像を絶している。やるじゃねえか。糸に巻かれるのは嫌。はい。目の上を歩いてるぞ。そうだな。数が多すぎる。敵がいた。退却しろ。できたらとっくにやってる。転がってきやがった。早いぞ。ボーリングのピンの気持ちが分かったぜ。あれは敵の大型爆撃機です。空爆が来るぞ。地球防衛軍隊員現れたな。エイリアン、エイリアンの自由にはさせないぞ。ん、君ってそんなキャラだったか。あなた本当何者。誰だこいつ。わからん。リミット、エノサイドホーセット。リミット、よく喋るでござる。戦いとは4手も5手も先を考えて行わなければならん。いいこと言うぜ。先生って呼んでいいか。作戦を遂行する。怪物を操っているように見えるぞ。そう見えるだけだ。画期的だな。早くレベルアップしろよ。これから貴様らを鍛え直す。徹底的にだ。なんだこれは。アリの体液か。その通りだ。よくわからない。悪い冗談だ。あんなものが何の役に立つ。本当だな。昆虫です、大きな昆虫です。こっちへ行きます。ブルプライスの実力を見せてあげよう。信じられない。なんという性能だ。市街地上空に巨大な飛行物体が浮かんでいます。それ確かにね。撃ちまくれ。地の底まで行くことになるなんてな。まったくだ。銀の巨人が来ました。方針長。集中砲火でヘクトルを倒せ。火がつかれた。バー、俺に任せろ。新兵器万歳。トムワン、エガルタを使え。こいつコクピット丸出しじゃないか。足りないぜ。敵はいないのか。やはり人手不足だ。物足りないな。 EDF はもっと人材募集に力を入れるべきだ。お前はいつも正しいな。地底からだと。こんな洞窟があるとは。地底探検ってのはスリルがあるぜ。地底探検手当てってのはないのか。手当て増額中。マジで。出撃
テイルウィング。シュート！テイルウィングを各国に派遣することが発表されました。特殊部隊テイルウィング隊員が操作できます。テイルウィングは EDF のエリートを集めた特殊部隊です。特別な武器を持ち飛行ユニットを装備します。そうなのか。ここから先は未知の光景だ。どういうことでござる。あんなのを見たことがないぞ。幻を見たな。結構珍しいですよね。どうなったかは分かりません。完全に消えたようですね。残念だが今回は撤退する。ションボリ、昆虫です。大きな昆虫です。こっち行きます。またこのパターンか。よくわかりません。わからない。どうぞ。知らない。わからん。教えてくれ。自分で何とかしろ。新しい伝説が始まったんだよ。グリーンピースだ。生きる伝説だ。こんなものが。まさに伝説の通りです。大したことはなさそうだな。巨大生物の体液に気をつけろ。浴びたら死ぬぞ。協力プレイが可能です。力を貸してくれ。隊に加わります。あんたのチームに入れてくれ。チームプレイで戦ってみせろ。順調に推移しています。なかなかよくできてる。よし、やるじゃねえか。さすがだ。新しい開発リストが届いてるぜ。新たな敵反応があります。注意してください。注意しろ。ケラリスティック一つしかない。照準を自由に動かすことができないから困ってる。諦めろ。仕方ない、これが現実だ。シューン。 EDF なんかイントネーションおかしいでござるよ。あれはデストロイマンです。マネージャーのロボットだ。どこかアメリカンなオーラを感じる敵ですね。こりゃクレイジーだぜ。マジふざけんなって感じだぜ。アーマーがあれば簡単にやられはしない。恐れるな。恐れさせろ。よろしく頼む。作戦に合流する。足が速い。マガジンチェンジの手際を見ろよ。どんな状況でも冷静な判断でみんなを援護する。頼もしいですね。俺もそう思う。うん。 OK、 レッツゴー。飛んでるぞ。飛行型だ。後部隊が引き継いでる。この盾はただの板じゃない。テクノロジーの塊だ。強固なアーマーと重武装、つまり金さ。なるほどな。そうじゃないかと思ってたんだ。本にもそう書いてある。おいアルファ、早くレベルアップしろよ。新しい銃が欲しいんだ。勝ったぞ。面倒をかけるな。強すぎる。話が違うぞ。武器が必要だ。もっと強力な武器があれば。俺を待ってたぜ。来たか。EDF の力を思い知らせろ。技術では劣っても勇敢さでは俺たちが上だ。何倍もでかいぞ。なんて綺麗なのかしら。これだけの火力があればどれだけの敵が来ようが問題ないぜ。そんなことはない。獲物が増えたぞ。喜べ。やったー。やったぜ。数が多すぎる。特殊な武器ばかりです。こいつなんか変だぞ。テイルウィング。あれ誰だこいつ。一体どこから出てきやがった。突然現れたんだ。戻ってきたぞ。今度は見ていろ。素晴らしい働きです。よくやった。いい仕事をしたな。アンドロイドだ。アンドロイドがいるぞ。アンドロイドが来やがった。やはりアンドロイドが入り込んでるぞ。出て行け。この基地はアンドロイド禁止だ。英雄。あいつらは英雄だ。お前たちを英雄にしてやる。英雄になるチャンスが来たようだな。巨大生物は全滅したはずだ。7年前に。ついにお出ましか。あ、なんか久しぶりですね。7年前に絶滅したはずですが、巨大生物は生き残っていたのです。生き残りがいた。7年も潜んでいやがるとはな。今回新たに兵士を選択できるようになりました。カッホー。仲間が増えたぜ。ありがたい。レンジャー、多彩な武器を扱うことができる戦闘のエキスパート。ウィングダイバー、飛行用ウィングを装備した女性だけの特殊部隊。エアレイダー、航空部隊を地上から支援する兵士です。空爆を要請できるほか、ビーグルの輸送も要請できます。フェンサー、左右の腕にそれぞれ別の武器を持ち同時発射することができます。おい、
数が多すぎるぞ。新たな鉄管能があります。注意してください。数が多い、倒しきれない。時間がかかる。いつまで続くんだ。終わる気配もない。遅いぞ、あらまめ。カナ君、もっと急いでよ。無理です。攻撃目標は私が地上から指示する。いい仕事をしたな。素晴らしい働きです。やったな。敵も我々の進化に驚いているだろう。追加したわ。新種の巨大生物が確認されました。新型の銃だ。勝利の栄光を君たちに。奴は何者だ。誰だ。いい加減にしろ。あいつ戦うつもりか。すげえぞ、あいつは何者だ。早すぎる。なんて怪物なんだ。圧倒的な火力を見せてやれ。もうめちゃくちゃだぞ。一人でも余裕だった。狙いが定まらない。くそ、故障か。撃ちまくれ。撃ちまくれば当たる。文句だね、クソ虫が。ガクタが、クズが。文句ですか。せっかく用意したというのに。 EDF 歩兵の強さを見せてやる。なんでそんなに張り切ってんだよ。なんという性能だ。大したもんだぜ。グッチョー。そんなにすげえのかよ。負けてられねえ。計算中だ、待ってくれ。お待ちくださいにゃ。え、早いぞ。より高い能力を得ることができるようです。その程度の傷ならまだ飛べる。デプスクローラーには大型のライトがある。パワーフレームの力を見せてやる。エルギヌスは恐るべき敵だ。ワンブをエルギヌスに叩きつけてください。つまり殴れということだ。なぜ殴った。え、なんだこれは。一体何なんだ。わからん。つまり殴れということだ。最大打撃力を叩き込んじゃってください。オラオラオラ。破壊したぞ。壊しちまったか。給料から引かれるぞ。新型飛行ユニットとこの兵器の相性は抜群ね。その新型飛行ユニットの性能を見せてもらう。かなりの数だ。冷静に一匹ずつ対処しろ。相手の行動パターンを見極めれば勝機はあります。想像以上の大きさだ。これはクイーン。飛行型巨大生物と交戦中。難易度高いよ。いやいや、やってる。こんな任務やりたかねえぞ。やってられるか。もうやめてくれ。新人ってのは君か。はい。さあ始めよう。はい。非常事態発生、非常事態発生。これは訓練ではない。繰り返す、これは訓練ではない。本当に何かあったのかもしれないな。数が多い、多すぎる。俺が地球を守らなければいけないんだ。海生物ってのはあれか。博物館で見た恐竜より大きいぞ。エイリアンは武器を持ってるぞ。俺らと交換しないか。こちらトルーパー、作戦に同行する。よろしく頼む。雨を降らせましょうよ。ちゃ、銃弾の雨かよ。うまいこと言うな。再び共に戦える時を待っていた。アイアンレインはインセクトアルマゲドンの続編ではありません。冗談だろ。ずいぶん派手な格好だな。軍服を着た自分を誇れ。最新式だ。この服が気に入ってるんだ。いいだろう。飛んでるが飛行機でもヘリでもない。なんだありゃ。なんだ、変なバリアが攻撃を止めている。うわあ、今日は本気だぜ。本気になるやつ。今までは遊んでただけなのかよ。ワイヤーを使って移動してるぞ。ワイヤーで飛ぶだろ。奴ら死を恐れてねえぞ。早いぞ。忍者ですか。あいつ、あれに乗り気か。怪物を操っているように見えるぞ。軍ってのは思ったより変人が多いな。総員一斉機、地球を守れ EDF。 コマンダー、我々の最終目標は侵略者ダークレジオンを倒すことです。かわいいよ。四角いだけに資格がないでござる。うまいこと言うな。出し惜しみはなしですよ。品揃えはどうかな。いろんな敵がいますね。ブラザーをたくさん見つけてチームをパワーアップしましょう。ブラザーのチェンジを行ってみましょう。レイピアはこう使う。フュージョン。
ブラスター。なんだこれは、アリの体液か。はい、聞き飽きたわ。スイッチだ。来たぞ来たぞ。切れ上がった。ついにここまで来た。美しいでしょ。いい仕事をしたな。後で褒美をやる。自分がいただきです。狙撃の腕を見込まれて入隊した。俺のためにあるような任務だな。お前もスナイパーだ。何するやろ。想定外だ。本体を狙うんだ。指導で誤差を修正。スタンバイ。昆虫です。大きな昆虫です。これで何度目だ。スイッチ。スポーツチームの強さを見せてやろうぜ。元気だな。条件を詳細に分析しました。1、入隊しろ。以上だ。美しい日の光じゃ。世界が照らされており、明日も晴れるといいな。最高だ。おお、よくなったぜ。感謝感謝だ。お前たち、いい仕事だったぞ。ストーム隊だ。今日はうまい酒が飲めそうだ。違う、こちら陸戦兵。映画だと人間同士が奪い合う場面だな。現実はそんな元気もないぜ。弾丸だけは備蓄が豊富だ。間違ってないか、エイリアンの奴ら。こんな戦いをしてる場合かよ。知らない惑星で孤立しているんだぞ。いくらなんでも多すぎる。いえ、めっちゃ多いじゃん。駆除が追いつかないぞ。大丈夫、問題ないよ。どこでも歩きやがる。アクオなんて奴には関係ないんだ。技術研究部の主任がとんでもない武器を次々と作ってるらしい。噂は聞いてる。味方に天才がいる。心強いな。武器は役に立ったようだな。私は科学者だ。武器は作るが撃つのは上手くない。教えてやる。俺たちが EDM だ。ボーリロード。お待ちくださいよ。待機する。これで終わりだ。早いぞ。そうなのか。今さらそんな情報が何度入るんだ。まあまあいいじゃないですか。見せてもらおう。なかなかよくできてる。大したもんだ。優秀ね。そりゃ無茶ってもんだ。これが精一杯なの。仕方ない、これが現実だ。止まるな。なぜ停止している。パワーの消耗を抑えるため停止時間が必要なのでしょう。そういうこと。始めるぞ。ついてこい。昇進したぞ。俺は校長だ。バカめ。薄のろめ。おい、部下はクズばかり。俺の苦労がわかるか。命を惜しむな。どうせ大した価値はない、ひ弱な小僧ども。後で腕立て100回だ。臆病者の食う飯はない。分かってるな。原点だ。失格だ。もたもたするな。クズの面倒を見るのが俺の仕事だ。怪我をするなよ。それがもったいない。貴様らはゴミクズだ。焦るな、素人が。死ぬまでに少しは役に立ってみせろ。駆け足。不用品だ、壊せ。いいね、いいね。貴様らの価値を証明してみせろ。分かったか。気持ちで負けるな。気迫で圧倒しろ。いいね、いいね、いいね。役立たずではないようだな。